おしっこピッピッ。どうもーしもでーす。さあ、暑いですね。もう、まあ、撮影やりだした時点でもう汗ばんでますからね。こんな暑い日はですね、もうキンキンに冷えた乾杯だミロでも飲んでね、オリンピックみたいですよね。はい、これミロジャケットがいいですよね。なんか無性に飲みたくなってね、買ったんですけど、はい、サッカーやってますよね。はい、このねミロがね、なんだろうな、アイスで飲むとね、そこにたまるんですよね。もうそれもすっごい勢いでね、回してね、まあ、回してますよ、めちゃめちゃ。はい、でもこのキンキンに冷えたミロを飲んでね、オリンピックでも見ていけばいいんじゃないかなと思いますよ。はい、皆さんも飲んでたでしょ、少年時代にね。うまいですよ、大人になってから飲むと。はい、でこれ別にね、僕ね、全然ミロの回しもんでも何でもないんですけど、そしたらSNS で言ったら、メーカーの方、ネスレの方がね、リップでご愛飲いただきありがとうございますなんて、いやいやこちらこそどうもありがとうございます、わざわざ言ってくださって、はい、もう今日もねミロ飲んで、ちょっと元気にやっていきたいなと思いますけどもね。はい、じゃあ行きましょうか。バヌシーも2021ね、オリンピックも始まっておりますが、バヌシーもやっていきたいなと思いますよ。さあ今日は何やろうかと言いますと、こちら行きたいなと思いますよ。はい、シルクホースクラブ2021、募集場一人検討会行きたいと思いますね。今年のこのパンフレットいいですね。シンプルになりましたよね、このロゴマーク、新しいロゴマークなのか。はい、これにちょっとやっぱりね、馬の絵とね、まあいろいろね、去年とか迷走してたところはあったのかもしれません。いや去年のも好きですよ。はい、だ今年はこうシンプルに原点回帰したというね、これが一番いいんじゃないですかね。今年のパンフレットのデザインは非常に好きです。はい、さあ、早速いきましょうか。パンフレット動画ね、もうだいぶ何回も見たんですけど、それで思った、まあ、感想なんですけど、まあ、今年はレベルが高いです。めちゃめちゃレベルが高い。明らかに去年よりもレベルが高いと思いますし、まあ、ノーザンファームがね、まあ、セレクトセールであったり、まあ、サンデーレーシングであったり、キャロットであったり、いろんなところ今年どこに力入れようかなっていうね、そういうのがこうローテーションでやってんじゃないかななんてことをね、思ってるんですけど、今年はシルクの年です、ね。なので、こういろんなクラブをね、一緒にやってるっていう方は今年シルクに力入れていいんじゃないかなと。それぐらいのラインナップで、でしかもですね、まあ、新規の方とかすごい増えてて、うん、ウマ娘の影響とかもあるんですかね、争奪戦、人気馬は争奪戦になると思うんですけど、まあ、このね、実績のある方はいいのかもしれませんけど、新規の方とか、なんだろうな、実績のまだね、少ない方とかは、あえて積極的に人気馬を外していった方が僕はいいんじゃないかなと思います。走るか走らないかなんて、まあ、1年2年後じゃないとわからないので、でも見といてください。絶対人気じゃない馬とかでもこうバンバン走る馬が今年のラインナップからは出ると僕は思ってますので、もう積極的に人気になる馬を外して中優を使って確実にいい馬を取りに行った方がいいんじゃないかなと僕はそう思いますね。それぐらい今年のラインナップっていうのは非常に、うん、高額馬とか、人気馬じゃなくてもこうな価格の安いところからでもすごい走る馬出そうな、そんなラインナップに思いましたね。はい、では早速馬見ていきたいと思います。はい、じゃあまずはね、ハービンジャー3区いきましょうか。まあハービンジャー3区、シルクのハービンジャー3区といったらもうね、これですよね。11番鶴丸ワンピースね、ブラストワンピースの、まあ、前提ということで7000万お高いですけど、これはしょうがないですよね、まあ、G1 番の下なので。はい、まあまあ、負け惜しみじゃないんですけど、ブラストワンピースのね、募集時に2000万だったかな、動きめちゃめちゃ良かったんですよ、推進力があって。でなんですけど僕は血統も好きで、パーフェクトシュボバ時点ね、見たらハービンジャーと金亀は良くないって書いてあったんですよ。本当なんですよ。で
あ、そうかと思ってね、配合的にちょっと NG だったらやめとこうかなと思ったらめちゃめちゃ走ってね。で、翌年のパーフェクト種牡馬辞典、毎年出てますから、見たらハービンジャーと金亀はいいって書いてあるんですよ。ふざけんなよって思いましたけどね。もうごめんなさいね、栗山さんね、持田さんね、まあ、冗談なんですけど、はい。まあだから、まあ今となってはハービンジャーと金亀ってのはね、もうニックスじゃないかというね。うん、なので、まあ鶴丸ワンピース、あのブラストワンピースの前提なんで、配合は間違いない、ね。で、もう馬体もね、いいですよね。すっごい、もうあのブラストワンピースの募集時よりね、もうかっこいいですよね。立ち姿がかっこよくて、で大きいけど動きもしなやかで非常にいいなと思います。でもうもうこれはね、1点だけですよ、ね。何も悪いところないし、動きもいいし、馬体もいいんだけど、大きさどうなんだっていうね。3月生まれで504キロ、これやばいですよ、ね。これだけですよね。うん、で僕はあのビクトリアピースというね、お姉さんに出資していたことがあるんですけども、体重の増加が止まらなかったんですよ。で、まあ、ブラストワンピースも大きいですし、この血統自体がもう大きくなるんでしょうね。だからこれがね、大きさが550ぐらいまでで止まってくれればいいんですけど、止まらなさそうな気もしますよね。だからもちろんオープン馬というかね、この価格帯だったら重賞狙っていきたいじゃないですか。うん、なんだけど560、ね、70とかいう、それ超えてくるような馬で、名馬ってあんま聞いたことないと思うんですよね。やっぱり大きさってちょうどいいぐらいがいいと思うので、まあ問題はそこだけだな。ただまあ間違いなく一発は狙える馬なので、いい馬だなと思いますね。はい、それじゃあハービンジャー3区ね、もう一頭いきましょうか。47番アグレアーブルで、さっきのね、まあ鶴丸ワンピースが7000万って考えると、これ半分以下じゃないですか、3200万ね。うん、これめちゃめちゃ良かったですよ。動きがしなやか で、うん、そうで、しかもね、左高一泊なんですよね。僕そういうの逃さないんですよ。はい、左高一泊大好きなん で動き良くて、こっちは大きさが4月生まれで414キロ、ちょうどいいですよね。ただやっぱりいろいろね、完璧な馬はいませんから、初子なんですよ。初子はね、僕ちょっとね、評価落としたいとこなんですけど、僕のオカルトでいきますと、あの7歳の時に産んだ初子で、あのボバで、あの馬格がある馬だったら大丈夫という、うん、なので大きさ的には間違いないので、うん、いいのかな。まあ、血統的なとこですねは、あのハービンジャーと、まあ、あのアレッジドという血がハービンジャー相性が良くて、まあ、これそれなんですよね。だけどマンハッタンカフェ経由のアレッジドってことになると、まあ帝王フォルテとかですか。まあだから長い距離のね、馬ですよね。だから早くからという感じでもないでしょうし、うん、でもこれはすごくいい馬で、うん、気になりましたね。はい、さあ、続いてはですね、まあ、これみんな気になると思うので行かないわけにはいきませんよね。リアルスティール3区、29番ロザリンド行きましょう。まあ、これみんな注目してると思いますよね。キムテツ厩舎ですよね。はい、まあね、うん、いい馬ですよ、うん、すごくいい馬、まあ、しかもね、まあ、血統がですね、まああのまあ、シーザリオじゃないですか、まあ、何つけてもいいんでしょうけど、あえて言うならやっぱりキングマンボ系の方が合うなという、そういうイメージがあるので、うん、まあ、シーザリオの血統はキングマンボがいいんじゃないかなというね、うん、思うので、まあ、うん、僕はその配合的にはドンピシャじゃないとは思うんですけど、ただまあ人気になるでしょうね。これが一番人気の可能性高いなと思うんですけど、うん、まあでもね、何が何でもかっていうと、まあ、僕は血統的にはドンピシャじゃないので、うん、どうかなと思うんだけど、ただこれ取れるんだったらちょっと欲しいなとも思う。大きさももうね、ちょうどいいし、こういう馬なんですよね、走るのが。大きさもちょうどよくて、血統もよくて、なんかあれこれね、配合がどうだとか動きどうだとか言うんだけど、結局お気に入ったというか、もう分かりやすいロザリンドが一番走ったとか、そういうパターンよくあるので、うん、これはやっぱ魅力的な一頭ですよね、うん、すごくいい馬だと思います。はい、リアルスティール3区もう一頭いきましょうか。
65番 I'm yours、ね、これも両欠でねいいですよね。斉藤隆史旧社でこれも人気になるでしょうね、うん、まあねこれはねあの逆にさっきの、ロザリンドとは違って配合的にすごく面白いんですよね。モネンバッシャーっていうのかな、あのリアルスティーブのお母さんのお母さん、ラブズオンリーミーのお母さんね、モネンバッシャー、これがあのミエスクミスプロなんで、まあ、キングマンボなんですよ、ね、だからキングマンボの全兄弟クロスという、これは血統好きにはたまらないね、こういうなんだろうな仕掛けが施されてるんですよね、うん、まあね、うん、いいと思います。で運動神経も良さそうですし、動き見て若干なんかねやっぱ肝も細いし、ちょっと膝が、うん、ちょっと貧弱というかね、まあ完璧な馬はねなかなかいないので、うん、まあ、そういうちょっとネガティブなところもあるなという、うん、ことですけど、なかなかいい馬だなと思いました。これも人気になるでしょうね。はい、じゃあ続いてはですね、私大得意のハーツクライ3区に行きましょう。ハーツクライがねもう守護馬引退したので、まあなんだろうな、どんどんレアになっていくというかね、うん、なのでみんな今のうちにっていう感じで人気になるでしょうけど、2番のアルビアーノ、はい、もうアルビアーノっていう時点で出資したいですよね、うん、でこれも左高一泊だしね、はい、でなんだろうな、うん、もうアルビアーノって素晴らしい馬なんですよ、はい、血統好きから言わすと、もう自身も走ってますしね。でまあお姉ちゃんアベラーレーね、私出資してますけど、まああれも走ったじゃないですか。でねあれが初号で走って、うん、でこれ2番目の子ですかね、うん、まあ2なのかな、うん、まあでも左高一泊でね、大きさもあるし447キロ、理想的ですよね、3月生まれで、はい、で動きもね、うん、すごくしなやかって感じよりちょっとカチッとしてる感じだけど、ハーツクライにやっぱりセオリーとしてはやっぱりね、米血というかね、アメリカンな血統を入れるのがセオリーなんで、まあ、ハーツクライにパピアノ、ハーツクライにストームキャット、これ両方ともいいですし、うん、いいですよね。でまあ両施設 OCD やってますか、まあ、でもまああんま気にしなくていいと思いますけどね、募集されてる時点で、うん、そうだからアルビアーノの子は全部欲しいなと思いつつも、まああとはキムテツ厩舎というね、ただね、今ねキムテツ厩舎がちょっとNG だっていう、そういう方もいらっしゃるかもしれませんけど、キムテツ厩舎をもうね避けて通れませんよ、名馬に出資するためには。それぐらいいい馬が入ってます。もう今年なんてねめちゃめちゃシルク、キムテツ厩舎めちゃいい、もうキムテツ厩舎に全部出資してもいいぐらい、それぐらいいい馬がいってますね、はい、もうねこういう格言がありますよね、キムテツを制する者はシルクを制する、ね、あるかどうか分かんないですけど、はい、まあでもそれぐらいやっぱりノーザンファームがやっぱキムテツ厩舎に、ね、いい馬を入れてますね。でまあこのアルビアーノに関しては、まあ、1点ね、なんかこう右前ですか、これがね、ちょっと急接から下なのかな、どっからかな、なんかちょっとすっげえ内に入ってるんだよな、うん、まあちょっと足元がね、で4000万じゃないですか、うん、もしかしたらそこがねちょっと懸念点で、この値段というか もっと ね高くつけてもいいような、うん、もう血統的にはねなんですけど、そこだけですよね。でも、うん、これはねそこを目つぶってでもちょっと行きたいぐらいの魅力的な馬だと思いますね、うん、だから そこですよ、まあ、足元だけ、はい、じゃあもう一頭いきましょうか。ハーツクライ、41番ピラミマ、これもいいですね。これはまずね、もう馬体立ち姿が素晴らしい、馬体バランスがいいですよね。で動きもしなやかで柔らかくて、うん、で大きさもある、まあ、本当ね言うことないんですよこの馬。でまあまあ施設がね、もっとなんかね
なんかこうちょっと極秘というかね、まあ、そういうちょっとネガティブなポイントはあるんですけど、でもまあスワーブ・リチャードもそんなような感じだったと思うんですよ。だからそんなに気にしなくてもいいかなっていうね、うん、まあ、こちらはあの鷹の厩舎のね、うん、ですよね、まあ、こちらも死柄木と連携してやっていくんだと思いますけど、馬体よし動きよしで、まあ、血統もね、まあ、スワーブ・リチャードの下なんで間違いないと思いますしね、うん、いうことなんですよね。まあ、これも人気にはなると思いますけど、うん、これもいいですね、はい、続いてモーリス3区いきましょうか、ね、今年の、ね、モーリスはねいいですよ。シルクの初めてモーリスに出資したいと僕はね思いましたよ。でちなみに関東がいいですね。で、まああのね、僕血統も好きなのでもうパンデイヤ16番ね、これ注目してたんですよ。で、まあ、栗山さんがねなんかシルクの動画かなんかで血統的にも推してるというね、まあ、これも当然な誰でもわかるので、うん、それ見ようかなと思って見た15番のパーシズベスト、これが先に目に入って、あなんだこれいいじゃんと思って動画見たらめちゃめちゃ良くて、はい、うん、パーシズベストめちゃめちゃいいんですよ、動きがね。なんであのパンデイヤとは本当全然ちょっとタイプが違いますよね。こっちの方がなんかこうしなやかな感じといいますか、はい、バランスもいいですし、うん、初子なんですけどボバで、うん、大きさもそこそこいきそうだし、まあ、430キロか、まあ、モーリスだからなんか大丈夫なような気がしますよね、うん、7歳の時の初子、これいいですよね、7歳の時の初子ならっていうね、うん、そうだから、まあモーリスとディープインパクトっていうのがねちょっと今ニックスじゃないかというね、そういう感じになってきておりますので、これは非常にね僕は気になってますよね、うん、これ悪いところはないしいいかなと思いました。で16番のパンデイヤで、やっぱこっちがね、うん、やっぱ配合的にはもうドンピシャなんですよ。でまあディープとモーリスとディープね、これもさっきのねパーシーズベストと同じですよね、はい、でさらには、まあ、あの栗山さんも言ってましたけど、まあ、あのチーフズクラウンですか、はい、これがやっぱりね、まああのまあ、シゲルピンクルビーと本当同配合になるというかね、まあ、あの同じ一族にいますけど、うん、なので、まあ、これがこの配合だともうすごい高確率で走ってるという、だからまあ配合的にはもう間違いないんですよ、はい、これはいいですよね、うん、でこれただね、まあ、僕これすごく手塚厩舎ですしめちゃめちゃ魅力的だと思うんですよ、まあ、人気にもなってますけど、まあ、懸念点もやっぱりあってね、まずはこのアバンチュリエというねお兄ちゃんが強い勝ち方したじゃないですか。それでああもうこれしかもシルクで同じ配合のものが来るからこれ絶対チェックだと思って思ってたんですけど、お兄ちゃんと全然馬体が違うんですよね。お兄ちゃんはもうちょっとなんかこうしなやかというかそんな感じなんだけど、もうこの今年のパンデイヤはもうほんと重戦車のようなね、うん、なんかパワフルな馬体、タイプが違うような気がするんですよね、うん、でそこをどう見るかというね、同じ全兄弟でもちょっとタイプが違う可能性はある、うん、だから、まあ、まだねモーリスもそんなに、ね、たくさんこのまだね2年とかだったりもするので、あのすっげえごっついモーリスも、まあ、走ってますし、でちょっとあのしなやかなモーリスも走ってるし、まあ、どっちがいいんだって話なんですけどね。パンデイヤの方がまあ距離はちょっと持たなさそうなというか短いというかね。でもまあこのトモとかね、もうむっちりしててやばいですよね、うん、そう。ただこの馬もねちょっと右前というかね、ちょっと足がね少しね、うん、内に入ってるというか、ちょっとそういうネガティブなところがあるんですよね。まあそういう、まあ、安全な馬、怪我したくない、うん、怪我するような馬には行きたくないっていう人はちょっとね敬遠した方がいいかもしれませんけど、まあ、手塚先生だったらうまくやってくれるのかなというね、そんな気はしますね、はい、デュラメンテ3区行きましょうか、はい、20番コーステッド、ね、まあ、デュラメンテがねまだまだ僕はちょっとね、うん、まあ、アベラーレはね出資しましたが、あれはどちらかというとね、もう本当になんだろうな、デュラメンテっていうよりはアルビアーノなので、はい、なのでちょっとまだまだねちょっとドラメンテのポテンシャルにちょっとね、どうなんだろうなってちょっと懐疑的な気持ちではいるんですけど、このコーステッドはね、うん、すごく動きも良くて、
バランスも良くて、でデュラメンテの牝馬がねちょっとあんまり走らないと言われてるじゃないですか。でも理由はあの金亀の牝馬と同じで、やっぱり走ってない馬がこう馬体が薄いんですよね。なので馬角があればいいのかなと思うんですよね。でまあこれも、まあ、なんだろう、ちょっと馬体が薄いかなっていう感じは若干馬体写真から思うんですけど、まあこうね467キロ結構ありますし、これは結構成長してくるんじゃないかなと、うん、でまあ血統的なところもまあいろいろ何がいいとか、まあドンピシャなのは自分の中でこうあるんですけど、まあこういうキズナウとかね AP インディとか、まあ、どっちかっていうとディープつけた方が、この繁殖ディープ系つけた方がいいような気もするんですけど、まあ、これでもねいいんじゃないかなとは思いますよね、うん、でもまあ軽い動きしますし、うん、これもなかなかいいなと思いましたね。さあ、次はですねルーラーシップ3区いきましょう。ルーラーシップがねいいんですよね、うん、今年のルーラーシップいいですよ、シルクの、はい。21番クードラパン、白老ファームですよね、まあ、竹井厩舎。これはですね、うん、まず配合的なものをいきますと、まあ、黒船とサンデーサイレンスの、うん、お母さんが黒船とサンデーサイレンスっていう配合の馬とルーラーシップ相性がいいんですけど、まあ、こちらはね、まあ、ダイワメジャーということでサンデーサイレンスなんですけど、まあ、フレンチデュピティなんですよね、フレンチデュピティ、ね、なのでまあ黒船ほどは確率は高くないんだけど、フレンチデュピティと、まあ、ダイワメジャーなら同じようなもんかなという、うん、まあ、だから配合的にはまあまあ9大点まあまあいいかな。大きさ463キロ、これいいですね、ちょうどいい、うん、だからルーラーシップちょっと500超えるぐらいとかね収まりそうなんで、まあ動きがいいですよね、動きもう馬体もいいけど、馬体と動きはめちゃめちゃいいですよね、雄大な馬体で、うん、まあ、上背は152しかないのか、うん、まあ初子なんだよねこれ、だからかちょっとだからこう上背がないのか、だけど肩の角度もいいし、でこの缶が短いのね、すねの部分ですね、それが短いのはいいと僕言ってますけど、この馬まさにそうなんですよね、うん、で若干後肢が緩いかなって思うんですけど、まあまあルーラーシップならそれでもいいでしょう、うん、これ欠点がないんですよこの馬本当に、うん、だから欠点がない馬だなと思って、これはなかなかね気になりますね。23番、スナッチマインド、地面ではねこっちの方がいいんですよね、牝馬ルーラーシップ3区の牝馬、これ2000万円だったらこれねお得だと思いますね、これはお買い得じゃないかなと思うんですよね。まずまあルーラーシップもディープインパクトとめちゃめちゃ相性が良くて、ルーラーシップとディープインパクトって組み合わせに出資してるだけでも結構なんか安い馬だったらもう確実に元が取れるというね、すごくあの高配合で、この馬のね、まあ、さっきのクードラパンも良かったんですけど、このスナッチマインドのね首から肩にかけてのラインは素晴らしいですね、僕これ大好き、はい、うん、でまあちょっとね足がね前足ちょっと反り気味だけど、これまあ気にするレベルじゃないかなと、動きはねこっちの方が好きですね、クードラパン、だから配合もいい動きもいい、だからこっちの方がいいんだけど、スナッチマインドの方がもうドンピシャなんですよ、配合的にも動き的にも、ただ牝馬でまあちょっと、うん、牝馬ってところですよね、やっぱボバが欲しいじゃないですか基本は、なんですけどこのまあこの2頭はね21、23、これはいいですね、はい。ルーラーシップもう一頭いきましょうか。57番、ブレッシングテレサ、うん、これもいいですね、これは1600万頭さらにお買い得という、うん、こっちは421キロあるし、はい、うん、このいいですね。でこれ何がいいかというと、まあこう動きも軽いですし、うん、まあ、線が若干細いっていうのはね、まあまあ値段も値段なんであれなんですけど、これはですね、まあ、フェアリーキング、ルーラーシップとフェアリーキングってめちゃめちゃニックスなんですよね、これがいいですね、ルーラーシップとフェアリーキングってだけでも出資したいというね、この馬はね、それが僕はもうセールスポイント、この配合のドンピシャ感がね
いいですよね。まあルーラーシップ3区はね、今年はレベル高いなと思いますね。はい、そして続いていきましょうか。金シャサの奇跡いきましょう。はい、見ましたよ。24番ランニングボブキャッツ。はい、堀厩舎に金シャサの奇跡が入るときはちょっと注意しなきゃいけませんよね。はい、やっぱ金シャサ自身が堀厩舎でしたから。はいね、堀厩舎って今回ね、サンデーレーシングとかであっちで募集が確かなかったと思うので、なんでないんだろうと思ったら、まあシルクもこれ一頭ですか。はい、ランニングボブキャッツこれね、うん、いいですよね。はい、でまあ血統的なとこ行きますと、まあ富士奇跡とデュピティミニスターがですね、もうニックスなので、これもねかなり金シャサの奇跡としては、このこういう配合はチェックしなきゃいけないというかね、デュピティミニスターが入ってる金シャサ3区は要チェック。ただこのデュピティミニスターとデュピティミニスターと富士奇跡がのその組み合わせっていうのは、どうしてもダート化する可能性が、ダートの後輩ゴーバだったりするんですよね。だけどこのランニングボブキャッツ見た感じはすごく、うん、芝でもやれそうな感じはしましたよね。で堀厩舎ですし、やっぱ欲しい人はね行くべきなんですけど、これはもうね、うん、肩の角度 もいいし、まあ、もう懸念点は1点だけですよね。もう母が高齢だというね、まだ繁殖の能力残ってるのかという、うん、まあ、間違いなくそこそこは走ると思いますけど、大きいとこ行けるかどうか、そういう馬を出すかどうかっていうね、あとはそういうところだけだと。はい、でこのね、もう一頭の金シャサ3区ね、結構僕気になってますね。59番ローズウィスパーね、これがね、こっちの方が芝の後輩ゴーバーという言いますかね、うん、まあ、金シャサに、まあ、キングマンボウとリファールが入るといいというね、そうなるとちょっと金シャサ3区のちょっと黄金配合じゃないですけど、まあワークフォース経由のキングマンボっていうのはちょっとどうなのかなと思いますけど、まあただ配合は良くて、はい、438キロと大きさもあって、はい、うんね、動きもいい、池添学ぶ厩舎です。はい、でもいいですよ。男は黙って池添厩舎ね、男は黙って池添学ぶ。で私は池添厩舎にガンガン出資してますから、もう全然気になりません。1800万ですし、これはいいかなと思いますね。まあこれもね、やっぱりいろいろね、ネガティブな点とかも同時に上げていった方がいいと思うんですけど、こういう検討会では、はい、施設がちょっと伸びないというかね、うん、そういう間ってちょっとスピードが殺されてしまうというか、まあ、切れる足が使えない可能性はあるという、うん、でもまあ金車さんなので、まあ、距離短いところとか、まあ、ダートの可能性もありますし、うん、はい、まあこの馬もう一つね、いいところ言うと、まっすぐ歩くんですよ。すっげえ、意外と当たり前のようで、これ大事なことで、すんげえまっすぐ歩いてる、それ好感が持てましたよね。はい、すごくいいなと思いました。さあ、もう全部いいなって言ってますね私ね。まあまあそれぐらいレベルが高いと思うんですけど、じゃあ行きましょう。北さんブラックさんく行きましょう。北さん祭り行きましょう。60番プチノワールね、ね、もう男は黙って北さんブラックですよ本当にね、北さん祭り、はい、プチノワールがね、まあ、これもシルクでね、やっぱりこう定番の、はい、繁殖なんですけど、久々にいい馬出したなっていうね、うん、久々にプチノワールで出資したいなという馬だなと思いました。でまあ杉山厩舎ですしね、三冠の厩舎ですよ、はい、3000万とボバでは、あ、牝馬か、牝馬で3000万か、北さんブラックで、これは大抵ね、ノーザンファームがちょっと自信持ってるんじゃないですか、これは。びっくりしました、これボバかと思ってました、これ。あ、そうか、牝馬か、牝馬だからまた杉山厩舎に入れてんのか、これはちょっといいかもしんない、うんね、まあね、要するにこのプチノワールという繁殖の子供がやっぱりディープつけてもステイゴールドつけてもやっぱ切れる足があんま使えないイメージがあるんですよね。
だから逆に、だから北三ブラックをつけて、もう逆にそういうもう長くいい足を使うような方向に、あの配合をそういう方向に振った方がいいのかもしれないですね。だから逆にこういう北三ブラックみたいな方が、うん、いいかもしれないというね、うん、まあこのシングルスピールというのはね、まあ、やっぱりサンデー系と非常に相性もいいですし、うん、まあね、走ってるのは結構ね、ウォーエンブレムとかね、ロードカナロアとかサンデー系じゃないんですけど、まあ、でもこれはなんか牧場もすごく自信があるような気がしますよね、うん、まあ、長くいい足を使うそういうタイプでしょうね。はい、北サンブラックもう一頭、25番ウルトラブレンド。そう考えるとこれボバで2500万って安いですよね。これでもね、見栄えするんですよね、馬体写真ね、めちゃめちゃ、まあ、黒影ってのもあるんでしょうけど、かっこいいんですよ。肩の角度も非常にいいし、うん、やっぱり友のボリュームもあるし、で420キロで4月生まれ、めちゃめちゃいいじゃないですか。まあ、坂東牧場ってもう全然問題ないですか。大抵ノーザンファームが自分とこの繁殖を坂東牧場にこう委託してるだけだと思うんですよ。なので坂東牧場でも全然全く問題ない、うん、と思いますね、はい。まあ、僕黒岩厩舎はね、キムテツ厩舎も池添学ぶ厩舎も全然大丈夫なんですけど、黒岩厩舎がね、僕ちょっとね、あんまり、うん、僕は好みではないですよね。まあこの馬もね、この馬今回のパンフレットの中で随一のこの首からこの肩のライン、この首のつき方がめちゃめちゃ好きですよね、これね、うん。まあ北サンブラックには基本的にはやっぱりこういう、なんだろうな、アメリカンな、血を入れてった方がいいんですよ。ちょっと配合的なものでいきますと、ダマスカスが入ってるんですよね、うん、品系に。ダマスカスとディープっても相性がいいので、まあ北サンブラックはまあブラックタイドなんでちょっとディープみたいなとこあるじゃないですか。だからいいんじゃないかなっていう。まあでもまあ前も言いましたけど、ディープとブラックタイド全然ね、やっぱりタイプが違うのであれなんですけど、配合的なものはねいいと思うんですよね、うん、で動きもね、すごくなんか運動神経ありそうで、まあこう1点だけなんか施設のね、なんかこのちょっと極秘と言いますかね、うん、ちょっとその施設のこの角度というか、これがね気に食わないなって、その1点だけですよね。ただまあボバで2500万で、うん、これも非常にちょっと値段的にはお買い得な馬のような気がしますね、はい。そして得意のスクリーンヒーロー3区いきましょう。僕大好きです、14番モルジアナ。これはね、まず、値段ですよね。4000万、スクリーンヒーロー3区で4000万ですよ。牧場がね手応えを持ってるとしか言いようがない。だって、まだ繁殖が別に成功してるわけでもないじゃないですか。これでこの値段つけてくるってことは、相当牧場としては何かしらの手応えを得てると思うんですよね。で見てみたら、まずね、これもう僕字面でチェックしてました。まあ、配合はね完璧というか素晴らしいです。なんだろうな、スクリーンヒーローはね、黄金配合、まあネバーベンドとかボールドリーズ入れるといいと言いましたよ。だからサドラーズウェルズとミルリーフ入ってますから、まあそういうところですよね、うん。でこのなんだろうな、グロリアスソングってのもいいですよね。だからバラッド経由のヘイロー、これはいいですよ。だからもう血統的な配合的な妙味はめちゃめちゃある、うん。でまあ動きを見てみたら、まあなんか回転がいいというか、ピッチ走法というか、なんかそういうクラシックディスタンスを狙うような馬では確かにないですよね、うん。だからそういうところが嫌われたとしたら、まあスクリーンヒーローで4000万とかだとちょっとね、これは面白いかもしれません。僕はこういうの大好きです、うん。なので、まあ、回転重視というか、まあ、ダートも走れそうなね、うん。で足も短いんだけど、ただ僕ね、ピースオブエイトっていうのもやっぱ足短かったんですけど、そういう時足短い馬でもちょっと間が短い馬とかは結構それでもいいんですよ。だからこの馬はね、そのなんだろうな、膝に対して間の長さも短いですし、だからバランスは悪くない、うん。なのでなかなかいいなと思いますね。さあ続いて
ドレフォン3区いきましょう。今ねドレフォン3区ちょっと大人気ですよ。まずは31番、ソーディバイン、ね、これはねパッと見た時にね、まああのまあ、ドレフォンっていうのはね、まあ、ストームキャットも入ってますし、あとはやっぱり、ね、デュピティミニスター入ってますよね。あのデュピティミニスターとあの藤木石っていうのは、ね、ニックスですから、まあ、この時点で、まあ、それ言いましたね、さっきダートの後輩号は、ね、でさらにストームキャットとも相性がいいんですよ。ストームキャットとデュピティミニスターっていうのは相性がいい。だからもうダートのもう大物出す配合なんですよ、ね、これ完璧なダート配合ですよ。で504キロありますが3月生まれでダート馬なんでこれは大丈夫かな、ね、でこれ萩原厩舎ですよね。これもダートですよ。ダートの大物、なんかそういうこと分かってんでしょうね、うん、なんかそういうもうパワフルな馬体ですし、僕的にはこれもう配合はすごく推したい、うん、素晴らしい配合だと思いますね。でダート配合なんだけど動かすと結構前も出るんですよね。だからダートのすげえ大きいとこまで行く馬って硬いんだけどやっぱりそういう可動域の広さとかそういうものもあったりするので、この馬ちょっとそういうところもあるので非常に面白いなと思いますね、はい。ドレフォンもう一個いきましょうか、67番、スペシャルグルーヴ、はい、これもねもうね、シルクの YouTube で栗山さん言ってましたけど、これもね配合が素晴らしいんですよね、ドレフォンにスペシャルグルーヴ、まあ兄弟も走ってますし、で、うん、なんだろうな、ストームキャットとマルゼンスキーがこれミックスなんですよね。だからスペシャルウィーク入ってるから、ストームキャットもマルゼンスキー入ってるから、まあ、ストームキャットマルゼンスキーでミックス、うん、でストームキャットと、まあフレンチ、デュピティもいいという、ね、そういうことですから、ね、デュピティミニスターもいいということですから、うん、だからまあそこもいいと、これめちゃめちゃいいんですよね。で動きがねこの馬でも動きがめちゃめちゃ良くて、うん、素晴らしかった、うん、でまあ懸念点が、ね、2つだけあります、はい、もう大きさもいいし、1つは藤岡厩舎、ね、藤岡厩舎がダメだと言ってるわけじゃなくて、まあ、藤岡兄弟が漏れなく乗るであろうというね、まあ、もういいですよ、どちらかといったら浩太さんに乗ってほしいな、うん、まあ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 そういうのもありつつも、うん、であともう一つの懸念点はなんかこうつなぎのなんだろうな、この球節の下がなんかちょっと回すような歩様というかね、ちょっとね曲がってるっていうよりはなんかそういう歩様なんだよね。だこういう回す歩様だとキレがないってね、それなんか牧場の人が言ってたのを覚えてるんですよね。だからそういう歩様なのがどうなのかということなんですよね。ただ馬はいい、配合もいい、だからもしかしたらそういう足の部分で、だってこれ重賞勝ってる馬が上にいるわけじゃないですか、グルービットなのに、この2400万というリーズナブルな値段ってちょっとなんかあるじゃないのって思いますよね。だからもしかしたら足のことかもしれないですね。足が持てば、足がまあだからその足のことをさえ目つぶればこれすごいいい馬だと思います。はい、絆3区いきましょうか。53番、シャンブルドット、中内田厩舎ね、いいですよね。私も、一口的には非常にがっちり仕上げてくれるので、で川田厩舎、川田ジョッキーも乗ってくれるので、一口的にもすごくいい厩舎だと思いますよね。で、まあね、あと絆三区のもう絆も牝馬ってだけで全部出資してもいいぐらい、まあ、絆はもう本当高確率で走るので。まだね、どちらかというとノーザンはやっぱりね、エピファネイアとか、ね、そういうモーリス、ね、デュラメンテとかああいうところに力入れてるじゃないですか。だからどうしてもちょっと絆を軽視せざるを得ないというかね、絆の方がねもう絶対こう脂肪馬ポテンシャルは高いかもしれないけど、こう絆に力入れちゃうと他の馬がねやっぱりちょっと絆に全部負けちゃう可能性がある。それぐらい絆って今ね、もうだって日高の馬でバンバン走るわけですから、はい、もう絆3区は本当にいいんですよ。で、ね、まあちょっと発語で小さい。だから僕、これね、まず配合いきましょうか。血統的なものはちょっとね、分かりにくいかもしれませんけど、まあ壺は絆のね、80点ぐらいありますよね。
830とかナスキロとかスプリングランとか、はい、もう基本絆の走るべき血筋は全部入ってます。だからそれはいいの で動きもいい、うん、だけどまあ発語で小さいってのと、僕はストームキャットのクロスがね絆は良くないんですよ。はい、まあ、ダート化する可能性も、まあまあダートでも絆走ればいいわけですからね、うん、だからストームキャットのクロスが入るとちょっとどうなのかと思うんだけど、だストームキャットのクロス自体がまあ薄いので、うん、まあまあ、そんなに気にしなくてもいいかもしれませんね、うん、まあ懸念点はそれぐらい、うん、ちょっと小さいかなとかね、うん、それぐらいですかね。まあ絆3区という時点でもう買いだと思いますけどね、はい、さあ続いてはシルバーステートいきましょう。今走ってますよね。72番サダムグランジュデ、ね、これはねみんなやっぱり値段が2400万とリーズナブルだから、これ結構やっぱ人気するんでしょうね。ボバでシルバーステート3区で大人し厩舎、うん、まあ、厩舎もいいですし、はい、これがねまあ本当になんだろうな、うん、動きも良くて、でこれいいのは首で推進力を稼いでいるところがいいですよね。なんか首でこうなんだろうな、前行く進んでいく、その推進力を生むっていう馬は走るんですけど、これすごくそれが良くて、うん、そうこれはね馬っぷりもいいし、でまあだから2点ほどありますよね。あの懸念点は1点はまあ馬体重ですよね、まあ、510キロ、まあ、2月かどうだろうな、550ぐらいまでで収まるかな。 でそこにも紐づいてくるんですけど、まあ血統的なところに行きますと、まあ、ロベルトとね金亀をぶつけると、ロベルトに金亀をぶつけると、うん、ダートか、まあ、ダートの大物を出すには、だからまあこれがもしかしたらダートでめちゃめちゃ走る可能性もありますよ、はい、ダートの馬の可能性がある。で馬体重も重いから、まあでもねこの値段だったら芝でね走らなくても、まあダートで勝ち上がれたっていう風なら全然いいんですけどね、うん、なんか僕の見解はそんな感じですかね。じゃあ行きましょう。74番ジェットセッティング、ね、持ち込み場ですね、外国会社ですね、はい、まあ安田隆之厩舎に入るので、しかも5000万じゃないですか。これ競りで買った値段が高かったのかな、うん、そうですよね。まあまあお母さんがね G1 買ってて、で、まあ、正直ね、まあ、血統好きな僕もねこのお父さんのショーケーシングようわからん、ようわかんないです。ショーケーシングってことは証券ってことでしょ、ね、証券だったらまあ萩原厩舎じゃねえのって思ったら安田隆之厩舎ですよね。これがね萩原厩舎だったらね萩原健一でね証券で僕もすぐ行ったと思うんですけど、うん、でまあね正直血統的なことはまあ証券シングよく分かんないんだけど、まあちょっと自分の知識から語っていくと、お父さんのね、まあ、オアシスドリームのさらにお父さんグリーンデザート、ね、このグリーンデザート系っていうのは日本の競馬にすごくね、相性がいいんですよね。だから、まあ、グリーンデザート系なら日本の競馬に対応できるんじゃないかなっていうのと、まあお母さん自体がマイルのヨーロッパのマイルの G1 勝ってるってのはいいですよね。スピードがありそう、うん、でそうなるとこのなんだろうな、めちゃめちゃ配合がどうとか分かんないんだけど、これ相似なんですよ。お父さんとお母さんめちゃめちゃ血統背景が似てて、でそういう馬っていうのはお母さんのポテンシャルが素直に出るから、お母さんが、なんだろうな、アイリッシュ戦技人か、G1 勝ってるっていうのはいい。だからお母さんのポテンシャルをそのまま信じていけばいいという僕の血統的な見解で、さらに動きはねめちゃめちゃいい。これ、うん、今回の動画の中で一番、まあ、まあ僕ねいいっていうやつ大体マイルに触れる傾向あるんですけど、動きはめちゃめちゃいいんですよね、うん、だまあまあ血統的なようわからんけど、おそらく僕の血統的の見解は今の感じなので、まあこれは安田隆之厩舎ですし、厩舎もの牧場も自信持ってるんじゃないかなと思いました、はい、そして
行きましょう。また得意の大和メジャー産区、はい、7番トレジャーステイト、ね、ピースオブエイトの下ですよね、まあ、そのピースオブエイトの下っていうだけで僕はもう出資したくなっちゃうんですが、林厩舎で3000万、ね、これね、まあ、結構、まあ、皆さん分かりづらいかなとは思うんですけど、あのね、まあ、ダイワメジャーってね、あのなんだろうな、あの、まあ、黄金配合があって、分かりやすいそういうねレッドゴッド系とかそういうものと相性いいんですけど、でもこれもね実はあの、まあ、サドラーズウェルズと相性もいいし、ね、サーアイバーとかドローンとか、ハイペリオンとドナッテロとかね、ああいうのが入ってるので、あの実はパッと見は分かりづらいんだけど実は黄金配合非常にいいんですよ。で母父がオアシスドリームというところも、うん、いいので、なんかこの配合的にはいいだけど、まあ504キロ、これをどう見るかというね、うん、ダイワメジャーで大きいのはどうなのかなという、うん、動きはねいいんだよね、うん、本当動きはいい。でもそうか、上杖も結構でかいのか。で簡易が 22.5 あるので、うんね、186脅威とかもね、だから、まあ、大きさだよね。だからこれがどこまで、まあだからダイワメジャー3区でもとはいえど、やっぱ550以上であんまり大きいとこ勝った馬もいないと思うので、そこだけですよね、大きさの懸念だけ、うん、だから今回そういうのが多いですよね。だから大きい、めちゃめちゃいい馬なんだけどちょっと大きすぎやしないかという、そういう馬が、ね、今回は多いなと思うんで、そこですよね、そこをどう判断するか、うん、馬はいいと思います。73番オリエンタルダンス、これがね非常にお買い得なんじゃないかな。1600万円、ね、上海ボビーですよ、はい、上海ボビーがね、あんまりまだ僕もどうなのかってことよくわかんないですよね、血統的なところは、はい、うん、まあなん、まあそういうわかんないときはちょっとお母さん方見てね、まあそういう意味ではサンデーとあの母父金亀ってのはね非常にあのいいので、まあ、そういう悪くはないんだろうなと思いますよ。で動きがいい、動きがいいし馬体も非常に見栄えがする、まああの青影、黒とか青とかねすごくよく見えますよね、うん、すごくあの見栄えもするし、うん、あの動きもいい、はい、でまあなんか緩さはまあ目立ちますけど、まあ4月、まあ本当4月の後半ですから、まあ、これからどんどん良くなるような気がしますよね。この馬はねちょっとお買い得な感じがしますよね、はい、そして、いきましょうか。さあ35番オーロラエンブレム、宮田厩舎ですよね、うん、はい、いやまあねもうなんだろうな、こういう宮田厩舎とかキムテツ厩舎とかね、あとなんかねそういう池添学厩舎とかね、まあ、そういうのはもうね、まあ、要するに外厩みたいなもんですよね、しがらきとか天栄みたいなもんですよね。だから僕の中で、宮田厩舎、キムテツ厩舎、池添厩舎、高野厩舎か、まあ、これはもう外厩四重士と呼ばせていただきます、はい、外厩四重士です、はい、外厩四重士の宮田厩舎、ねということでオーロラエンブレム、ね、これはまあ里のクラウンがまあどうなんだっていうことですよね、うん、まあ、ブラックエンブレムなんで、まあまあ、品系はもう間違いないし、まあだからなんか里のクラウンはこうなんかこういうディープとかじゃない、相性はそっちじゃないような気はするんですけど、でも動きはいいんですよね。でこの馬も2000万とちょっとお買い得だ、まあ、こういう価格のボバは、まあ、めちゃめちゃ人気する可能性があるので、まあなんかこう、うん、なかなかね、まあ、中央でバシッと取りに行くかっていうところですよね、うん、ただねこれね僕嫌なのは1点ね、初子なんですけど6歳の時の子、うん、だから早すぎるんですよ産むのが、はい、7歳だったらよかったなっていう、ちょっとそういうまあオカルトですけど、はい、うん、なかなかこうお買い得な馬なのかなと思いましたね、はい、じゃあ続いてはですねロードカナロア3区、まあ、なんで一番最後に言うんだっていうねことなんですけど、6番のアーデルハイト、これもね外厩4重視の宮田厩舎、はい、4500万、まあまあこれだからこれは
まあ、適正だと思いますよ、まあ、馬もいいとは思いますけど、カナロアって時点でね、種付けが量がもうこれは反映されてるので、うん、まあ、正直ね、このなんだろうな、このロードカナロアとアグネスタキオンっていうものに関しては、そんな僕の中でそんななんか褒めれた配合ではないんですけど、これはもうビワハイジですよね。なんかもうビワハイジに出資してると思ってこれは行く馬でも、なんでこれ上げたかというと、やっぱりこれ動きがいいんですよね、うん、非常に動きがしなやかで、ロードカナロア産駒ってなんかその箱みたいな形で結構そのカチッとしてて、うん、そういう馬って距離が持たないと言いますか、なんだけどこの馬はちょっとしなやかで距離も持ちそうですし、うん、いいなと思いましたよね。ちょっとまあ確かに高いですよね、うん、だから意外と狙い目かもしれません、はい、で、まあ、次がちょっと最後にしようかなと思ってるんですけど、はい、最後はですね、42番シングルゲイズ、はい、これなんでこの馬をね上げたかと言いますと、もう8000万じゃないですか、めちゃめちゃ高いし、うん、でこれなんで上げたかというと、これ新規の方はねこれ行くといいんじゃないかなと思ったんですよ。これだったら取れるんじゃないかなと思うんです。やっぱ割高でありますし、でまあ松永ミッキー厩舎なんで、まあそこそこなんですけど超人気厩舎ってわけでもない。でカナロア産駒ってやっぱり今更カナロア感もあるし、やっぱり値段も割高ですし、やっぱ頭数が多いのであんまこう人気にならないんですよね。この、まあ、一口的に言いますと、いつもカナロア産駒って意外とそこまで人気にならないんですよ、はい、なのでこのシングルゲイズっていうのは、しかもね、なんだろうな、うん、これサンデーサイレンス入ってない形で、まあ、いわゆる箱みたいな形してる、なんかカチッとしてるロードカナロア産駒で、でこういうカナロア産駒って間違いないんですよ。でかいとこ行けるかなっていうわけではないんですけど、回転が速くて確実に1つ2つは勝つというね、そういう馬なんですよね。だけどこの値段つけてるってことは、うん、自信もあるでしょうし、お母さん自身も G1 勝ってますから、あ、いいですね、こう 2000m の G1 勝ってるってのがいいですよね。だからこういう馬をなんだろうな、こういう既存会員があんまこう行かないような、こういう馬に行くのが新規の方とかは中優とかで取りに行くといいんじゃないかなと思いますね、うん、やっぱみんな抽選とかでこうバーッと銃弾爆撃するようなのって、ね、安くてお買い得なやつに片っ端から行くと思うので、だって予算のコントロールができないんじゃないですか、これ変えちゃったら。だから銃弾爆撃しない馬だと思うんですよ。だからこういう馬をズバッとね中優で書く、もしくはまあ1頭書きたい取りたい馬とシングルゲイズで2頭いく、そうするとおそらくこのシングルゲイズが当たっちゃうと思うんですけど、うん、だけど僕はこれ新規の方とかにすごくね、僕はこれいいんじゃないかなと思うんですよ、はい、だから馬自体はすごく回転も良くて、うん、すげえ目立つわけじゃないんだけど、すごくなんだろうな、うん、ツボを抑えた優秀な馬だと思います。はい、以上ですかね。もうめちゃめちゃもう日も暮れてまいりましたけど、ちょっと長時間に関してやりましたけど、まあまだこれからね、お家でツアー動画ですか、集会の動画、ね、今回 の募集動画って結構なんかカメラも一緒に馬と一緒に動いてる動画だったじゃないですか。であれやるとね、なんかちょっと今までの動画と比較しづらくて分かりづらかったんですよね。だからこうちゃんとカメラはこうカチッと止まってて、うん、そういう集会動画を動くみたいな、そういう動画だと嬉しいなと思うんですけど、次の動画は、うん、まあ1回見ただけじゃ分かりませんからね、体調が悪いとかそういうこともあったりもするので、馬は、はい、うん、それでちょっと硬く見せてたとかそういうのがあったりするので、なんかやっぱりたくさんいろんな動画見るといいなと思うんですが、はい、またその次の動画見ると、まあ、見解変わるかもしれませんけど、これあくまでも僕がね、適当にこれいいなこれいいなって興味持って言ってるだけなので、はい、たくさんあげたので、はい、そんな順位付けしてるわけじゃないので、はい、よければまた参考にしてみてください。いやー、競馬って本当に素晴らしいもんですよね。それではまた皆さん、バヌシーモでお会いしましょう。さよなら、さよなら、さよなら。